ちょっとすいません、いくつかテーマ話してきましたけど、もうほんとね、眠たそうな顔してる人がおる。だからもうちょっと切り込んでいきますよ。いや、そんなね、ガチガチのトークは誰も見たくないんですよ。もうちょっとぶっちゃけてくださいよ、もうちょっと裏側教えてくださいよ。まあこういう話もうしていきたいと思うんで、まあちょっとね、テーマには沿わないんですけれども、いろいろまた引き続きお話ししていきたいと思います。じゃあそのね、今業界がね衰退してるっていう話ありましたよ。まあイベントもできなくなりました。広告規制があります。社交性の問題があります。ちょっと機種を歌うとね、機種したって言われます。でもあなた方全部そのせいにしてませんかと。稼働が落ちてる、業界が衰退してるのを行政のせいだ、機械のせいだって言ってますけど、もっと他にできることあるんじゃないって思うんですよね。じゃあ今できるできない別として、こういうことができたらもっとこの業界楽しくなるのにっていうのは何かご意見ありますか？じゃあ私よろしいですか？はい、お願いします。やはり先ほどのちょっと話にちょっと立ち返ってしまうことになるんですけども、はい、やっぱりこの業界って答え合わせがなかなかないという部分に対して、ね、はい、やっぱり答えが明確にできれば、はい、やっぱりユーザーとしても、はい、あ、失敗したと、自分のミスでこうなってしまったんだであったりとか、はい、まあ、やっぱり今ってこう良くも悪くもですけども、はい、まあ、勝ち負けともに、勝てば自分の、まあ、戦略的な、はい、まあ、自分の作戦が勝ったと、はい、でも負ければ店が悪いと、まあ、やっぱりその結果形が最終的に自分が戦略的にこう狙ったからこれを掴み取れたんだっていう結果を見せることで、まあ、ユーザーのそのまたこう探しに行きたい欲といいますか。それはあれですか、もう設定公開というか、設定を発表させてくれよっていうことですか？まあ、そういうことができれば、まあ、一昔前そういうこともできたような時期もあったんですけども、はい、同感です。僕もお店が今日の答えはこれでしたよって発信できれば、結構ユーザーも負けたことに対しても納得するし、買ったことに対してよっしゃってなると思うんですよ。でやったらいいんじゃないですかね。今だってせっかく YouTube チャンネルやられてるじゃないですか。で営業中に設定公開とか設定発表してしまうと、これは完全にアウトですけども、実は今日の設定こうでしたっていうのはいいんじゃないですか？ダメなんですか？それがいいかダメかはちょっとまた企業であったりとかそれがまた悪いとこじゃないですかこれがいいかどうか分かんない、やっていいかどうか分かんないっていうところでみんなモヤモヤしてるんですよ。誰に聞いていいか分かんない、誰がいいか悪いか決めるかも分かんない、かといってじゃあ生活安全課に行ってこれやっていいですかって聞く人なんて誰もいない、製薬課に行って聞かれたところで製薬課の人もなんて答えていいか分かんない。だから結構その萎縮してんじゃないのって思うんですよ。それを僕はもっともっとアグレッシブにやってほしいなっていうのは正直あります。もうちょっとやりたいことやっていいんじゃない？やっぱ怖いですかそれ、店長。まあ怖いというか、その、まあ、行政が怖いのももちろんあるかもしれないですけども、はい、それこそ競合他社様の恐怖もありますよ。やっぱやったところでそこを刺されてしまう可能性もあれば。それはもうチクられるってことですか？まあ具体的に言うとそういうことですね。まあ、そこの部分のやっぱりこの測り合いっていう部分もありますから、まあ、なかなかその選定必勝として打ち出せないという部分もあります、はい、いかんですね。そのもう上げ足を取り合うような世の中ですけれども、やっぱりそうなっちゃいますかね。逆にじゃあ池田店長のライバル店のお店がですよ、なんかさすがにそれはないやろっていうことをやったとしたら、それやっぱりあれってどうなんですかって警察行くんですか？いや、それは言わないですね。逆に違うステージで、まあ、先行者利益を求めに行きますかね。まあ予想は予想でほっといて、はいはい、うちはうちでやっていくよっていうスタンスなんですね、はい、正直こういうのないですか？僕はちょっと店舗を任されてるわけじゃないんで、めっちゃこう無責任な発言かもしれないですけど、はい、保守的というか、競合にチクられてどうたらっていうのは体裁で、わかんないですよ、キコーナさんがどういう、 こう社内ルール設けられてるかわかんないですけど、うちとかやったらそういうのをやってしまうと、その公職の対象になったりとか、給料が下がってしまったりとか、いうところもやっぱあるのはあるんで、社内コンプラ的な、そうそう、なんでギリギリを攻めるみたいなとこはできずに、その自分のこの給料とかに直接反映したりする部分はあるんでね。あ、だからそれやったら、例えばうちもあるのが、まあ、はい、がやっだったらうちもやろうかなみたいなのはこう常に構えてたりはしますよ。それはそれはなんかやっぱあれですか、やったら OK みたいなところがあるんですか？やってるからうちもやっても、まあ友倒れやろみたいな。俺はよう聞くなんかね。そうですね。これでそれは表面上で、それやわ、いや、まあ、ちょっと話してみますけど、うちが先にやってしまって注意されてしまったら給料下がったらどうしようみたいな。
まあ、まあそれは大事ですもんね。やっぱ何のために仕事してるかって自分の生活のためですもんね。自分や自分の家族のためです。じゃあ実際所轄から注意されたことってあります？やりすぎだよとか、それダメだよとかって。自分が担当してるお店、こうぶっちゃけ言ってくださいよ。所轄から注意を受けたことって、まあありますかっていうか、ありますよね。MVP ぐらいじゃないですか。だいたいそういう時って、はい、今みたいなトミーさんみたいな方が警察に電話とかするんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。例えば123の何々店が、はい、っていうポスターを出してました、はい、それを見たライバル店のエリア長が、ちょっと123何々店が日付歌ってるんですけどいいんですかっていう電話をする。そしたら連絡を受けたんで、生活安全課の方が確認しに来なきゃいけない。そう、あるいは電話があるんですか。いや、結局来て事実確認をしないとダメなんですよ。事実確認しに来る、はい、で来てやっぱりそれがあった、はい、その時に何か言われるんですか。これってどういう意味ですかっていうことを事実確認されます。あ、なるほど、はい、この日付を押してるのかとか、はい、あのこの装飾に意味があるのかとか、はい、それをまあ説明するような流れです、ね。あ、まあ、実際そういう流れがあったわけですね、はい。まあ、大体がお客様か競合他社からのリークというか。なるほど、なるほど、はい、垂れ込みですね。垂れ込みです、はい。その時ってどういった対応というか、結局どうなるんですか。それはことなきを得ることの方が多いですかね。ただ同じことは繰り返せないですよね。例えば1回来て、はい、何かこう言われた疑惑があるのであれば。なるほど、はい、イエローカードが出るわけですね。そこ で、ね、見えないカードが出るわけですね、はい、見えないカードが出ます。2枚目は赤だよっていうのが、それをこう警察の方もホール関係者の方も、あ、注意されたんで控えとこうってなるわけです。まあ、言ってみたら忖度みたいなもんですね。そういうところは。これはでもどの地域においても少なからずあることですよね。だったらやったらいいんじゃないですか。イエローカード出るまで。サッカー選手だって。いやでもそれがイエローじゃないくってレッドの可能性もあるんですよ。一発レッドがあるんですね、はい、だからむしろ多分イエローは全員持ってると思う。2、3枚持ってると思う。皆さんみんなイエロー持ってますって。何かしらの注意は受けながら頑張って営業されてるってことですよね。苦労してるんですよ皆さんね。ギリギリのとこ攻めて、実際この死処分食らってるお店も過去にはあるでしょ。なかったらないって言いますもんね。あるわけですよ。でもそれはあの決して違法行為を犯したとか、なんかやっちゃいけないことをこうやったわけじゃなくて、ギリギリのところを攻めた結果ですよね。だからそのジャッジが難しくて、やってみようと思ってやっただけですもんね。やってみようと思ってはやってないですけどね。受けてるじゃないですか。受けてるじゃないですか。でも本当に今先長村が言ったように、まあ、これはイベントだけじゃなくて、やっぱりどっかがこうズルをしちゃうんですよね。だからそのおぎどぎの問題もそうですし、はい、ね、ゴッドの問題もそうですし、はい、営業みんなちょっと休もうよって言ってる時に休まないとかね。これだってこれも議論は尽きないですけどね。アンダーグラウンドままやった方が良かったのか、この業界。それともさっき言ったようにフェアプレーのところにこういう発想のもと認めてもらうがゆえに出てきた方が良かったのかっていう。多分業界内でも意見も2つに分かれると思う。そうですよね、はい、やっぱりクリーンな業界を目指すんであれば絶対後者じゃないといけないんですけども、でもやっぱりその、まあ、グレーなところ、アンダーグラウンドだから魅力があったっていうのもやっぱりあるんで、ある意味これまでその1990年代から2000年代にかけてパチンコ業界のピークの時期っていうのはいい意味で均衡が保たれていたのかなって、その辺もあったと思いますよね。だから今やっぱり SNS の時代になっても些細なこともね、すぐこう上げ足を取られるし、でやっぱり運営する側もそれにビクビクしながらお客様の顔色を伺って、周りの顔色を伺ってやんなきゃいけないっていうのは息苦しい業界だなって、もうちょっと伸び伸びできたらなって思うんですけどね。ただ一つだけ言えるのは、はい、123さんもそうですけど、先ほどの、ね、はい、トークの中でもあったように非常に厳しい判断されてるじゃないですか、はい、そう言って変化してきた企業が今残ってるということだけは事実ですよね。あ、なるほどですね、うん、きちんとやっぱりその業界の未来のために動いてきてる、アンダーグラウンドから脱却した企業が残ってるというのは確かに、はい、じゃあちょっとね、このまあ設定の話で次のテーマに行きたいと思いますけれども、次のテーマはこちら、ドン、ジャグラーシリーズの使い方。実際ジャグラーシリーズって台数が多い分稼働も大事にせないかんというところで下手にこう取れないと思うんですけど、ジャグラーシリーズって結構こうゴールデンウィークとかお正月とかお盆期間とか、まあ世間一般的に回収されてんじゃないかと思われるような時でも、ジャグラーシリーズだけは設定はある程度入れてるのか、それとも取る時はジャグラーもしっかり取ってるようなのか、ちょっとこの辺のぶっちゃけトークをしたいなと思うんですけど、実際ジャグラーは稼ぎ頭なんですか、それとも稼働頭なんですか。
じゃあ富田マネージャー、ジャグラー、いやでも、まあ、これはほんまに現実的な話をすると、はい、そのオギドギアゴッドの撤去、はい、旧ナイキの撤去によって、はい、まあちょっとその今までのじゃあジャグラーそのままでっていうのは、はい、ちょっとこれは厳しくなってきてるのは現実ありますかね。今までは結構ジャグラーは甘く動かしたってことですか。まだやっぱりそこで財源があったからそれをその分をジャグラーに振るっていうような意識はイメージできてましたけど、今年に入ってくるぐらいですかね、ますますそれが現実的にちょっと厳しくなってきてるっていうのはあります。それはある意味ジャグラーの稼働を落とせないから、そこまでしてでもジャグラーは大切にこれまで使ってきたやってきましたことですよね、はい、でも今はその他の機種になかなかお客様がつかないのでジャグラーからちょっといただくしかない。そうですね、やっぱり利益はやっぱ定額って言い方悪いですけど、はい、そこまで変わらないですから、それをやっぱ確保していくってなると、でも極端にやってるんですよね、ま、そのジャグラーが5機種あったとして、今までだったらまあ5機種まんべんなくやってたけど、はい、もうそれをじゃあちょっと2機種はごめんみたいなところで、あーなるほど、ちょっとそういうね、取捨選択が出てきてる可能性はあるかもしれないですね。それでもやっぱりジャグラーに関してはそこまでぶっこ抜くことはない。ああ、それはそこにはなんとか及ばんようには努力はして下げ、それこそその機械のあのそういう再設置、中古購入も利益を取れるものから買っていく、アウトじゃなくて利益が取りやすいものを買っていくとか、そういう努力はしてますけど。ジャグラーをオール1にすることってありますか。ありますよね、それは年間通してみたら。ちょっと分かんないですけど、まあ、じゃあでもじゃあじゃあそうない、そうならない、ないようには頑張ってます。聞き方変えましょうか。、はい、ジャグラーをオール1に、この日だけはジャグラーオール1にしていいよって言われたら何月何日オール1にします。どういうことですか。一番取る日はいつですかってことですよ。まあそれはね、やっぱ盆正月、やっぱ盆正月って利益率高くなるんですか。しょうがないんですか、それは。そうですね、なるほどですね、まあ、けど盆正月もなんか昔はそれがちょっと日本の心みたいなところがあったんですけど、はい、でもどうですか今、そもうですか。いや、もうデータが公開されてるんで、それも全部見てっていう感じですね。その他社も全部見比べて、自社が抜きすぎてるんやったら他社と同じぐらいの利益率まで戻すたりっていうのはありますね。逆にお正月だからこそ、お盆だからこそ、うちは頑張ってるよっていう店舗があってもおかしくないじゃないですか。ああ、十分考えられますよ。ありますよね。だからまあそういう認識が一般に知れ渡ってるんであれば、逆にうちはお正月だから頑張りますって言えば、ユーザーは結構じゃあそこ行ってみようかなってなるじゃないですか、まあ、そういうのもありだと思うんですけどね。で、ジャグラー、今キコナさんからそのジャグラーに関しては以前はやっぱり稼働を落とせないんで、ある程度他の機種の利益率を上げてでもジャグラーは、薄利で稼働を維持していたと。で、まあ、昨今こう そうもいかなくなってきたって話なんですけど、実はやっぱジャグラーシリーズっていうのは取りにくいんですか。利益はジャグラーで取ってやろうっていうのは難しいんですか。それは店舗の方向性によると思います。何をメインコンテンツにするかによって、はい、その運用方法って変わってくると思うんですよ。まあ、じゃあ例えばジャグラーがメインのお店で、はい、ジャグラーの設置が100台ありますと、はい、で常にジャグラーが2万ぐらい動いてますという中で、はい、ジャグラーっていうのはそうなってしまうとやっぱ設定って落とせないもんなんですか。それとも、うん、落としにくい、落としにくいですね。なので分析する方法を変えたりします。還元しすぎてる部分がないかとか、はい、その勝率を見た、ユーザーの勝率を見た方がいいのかとか、はい、っていうのを自分なりに分析して見解し出した見解で営業していくような。ああ、お店によってもう全く違うってことです。そうです。じゃあもっとぶっちゃけって聞きますよ、ジャグラーの平均設定ってどれくらいなんですか。逆にどれぐらいに思ってるのかなってのは。やっぱりユーザーが求めるのは 3,4 ぐらいが平均だったらそれなりに 5,6 も入ってんじゃないかって。いや、でもそれぐらい全然ありますよ。機種にもありますよね、そのジャグラーの、ね、ただ使い方が本当に中間設定をずらって並べてるお店なのか、ちゃんと6を使いながら1も置いて中間設定をそれぐらいにしてるのかっていうところで、お店の見せ方って全然違うと思うんですけど。それは営業日にもありますね。普通の何もない日、じゃあ平日で考えて、入れ替えでもなく特備でもなく、まあなんじゃない日にジャグラーに設定6って使うことありますか、池田店長。あります、うん、全然ありますね。あります、あります。普通に入れます。全然入れれますね、はい、全然入れれます。まあもちろん1も入ってるっていう感じですよね。1は入ってないです。まあ自分のエリアがどうかは別として、ジャグラーの1って使いにくいと思いますけどね。1を使いにくい、また別の意見として、はい、それなんでですか。こっちが想定している以上に取れてしまうっていうところじゃないですかね。あ、辛く動いてしまうから、うん、ってイメージがやっぱ悪くなる。もう全然わかると思うんで。へー、じゃあジャグラーって結構皆さんが思ってるよりも設定入れられてることが多いですかね。じゃないですかね。ほんま店によると思いますけど、うん、多分ユーザーの方が思ってる以上に店で設定入れてると思いますけどね、うん、ジャグラーに関しては。
まあまあ、ジャグラーの人は特にですし、うん、その以外の機種も多分ここにおられる、あ、まあ、店の運営されたことがある方は似たような見解だと思うんですけど、多分ユーザーが思ってるより入ってると思う、まあ、実はあのこれ天正の時代の話なんですけど、はい、まあ、ジャグラーが100台ぐらいあって、はい、あの競合店もジャグラー、あの競合3店舗ぐらいがあって、まあ、正規にジャグラーが200台ぐらいあったんですけど、あの1年半ぐらいスタート回数とビッグとレギュラーとあの全台全部つけて、はい、で自分の店舗もそれつけたんですよ、はい、で自分の店舗は答え分かるじゃないですか、そので合算を出したってことですかね、あの1台ずつ合算全部出しました、はい、で自分 の, たあの店舗は設定の答えが分かるんで、はい、答え合わせができるのをずっとやったんですけど、はい、まあ合わないです、合わない結局、はい、どっちにブレるんですか、あの機種によって違います、であのあの結構1っていう1の結果、設定1だよっていう結果がめちゃくちゃ多いんですよね、あその2以上使ってても1とか1以下の数字になってしまう、はい、やっぱなってしまいますね、やっぱユーザーがそこでこう見切りをつけたりとかいうところで、まあ、そこはもう仕方がない部分なんですけど、ということはこれ両方に言えるのは、思ったほどジャグラーが甘くないんで設定を入れとかないと本当にひどいことになってしまうっていう感じで、常にこう平火であってもやっぱり高設定は普通に入ってるっていうことですかね、そうですね、はい、だから何もないからジャグラーオール1だよっていうことはまあまあまずありえないって考えておいていいですかね、この2法人に関しては平火の方が設定入れやすいですよね、うん、あ逆に平火の方が設定入れやすい、それは稼働が高いと高設定がバリバリ抜かれちゃうからですか、抜かれちゃうというか、まあ、その何かをお客様が感じ取ってる日に、はい、例えば6じゃなくても出るとするじゃないですか、はい、ほなお客様それはもう今日は入ってる間違いないという思ってこうブブ回すわけですけど、なるほどなるほど、平火ってお客様がそういうのを逆に思ってない時とかって、はい、まあ、これたまたまかなって思い張ってお客様が、はい、そうですね、やめちゃったりっていう現象が起こるわけです、なるほど、あこれは面白いですね、結構だから今思ったのはジャグラーって正直もう曜日関係なく日付関係なくいつでも打てる機種だなっていうのは分かりましたよね、まあ、それだけ僕はジャグラーの稼働って絶対どのお店も落としたくないだろうなって思ってたんですよね、まあ、だからどんなに厳しい状況でもジャグラーだけは抜けないっていう答えが出るんじゃないかと思ってたんでちょっと安心しました。